それではお揃いになりましたので、これから副大臣政務官の就任会見を始めたいと思います。幹事しております北海道新聞の小井と申します。よろしくお願いいたします。まず初めに幹事からお伺いいたします。それぞれのですね、ご担当を教えていただいた上で、就任の感想と、それからご担当を踏まえた上での、今後の抱負についてお聞かせください。奥村副大臣からお願いします。はい、座ってもらっていいですかね。今日副大臣を退任いたしました衆議院の奥村というのでございます。今日までも皆さんとお出会いし、いろいろとまたご指導も賜ってきたと思いますが、魅力のものでございますが、どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。私の担当させていただくのは、科学技術とスポーツでございます。ご存じの方もあろうと思いますが、こんな人間が36年も政治生活をさせていただいております。町議会、県議会、あるいは参議院衆議院と、ほとんど教育関係の委員会等に配属をされまして、歩んでまいりました。しかしなかなか中身がうまくついていかなかった件もあるんですが、しっかりと時代になってくれる子どもたち、そして子どもの立場に立った教育が実現できるようにという思いだけはずっと持ち続けて特に滋賀県の場合は、ご承知の通り琵琶湖がございます。琵琶湖に昭和59年県会議員の当時ですが、フローティングスクールといって、体験学習船を、当時の竹村知事に、お願いをいたしまして、昭和56年の県議会で提案をさせていただきました。現在、も就航しております。年間200日、琵琶湖の湖上を1泊2日、小学校5年生の子どもたちがそれに乗って、研修をしております。それと、滋賀県も北の方と南の方、東の方、西の方とあるんですが、その子どもたちが交流をする場所だということで、いろんな組み合わせによって、その1泊2日の日程を今、やってくれてますし、障害をお持ちのお子さんもそこにも乗っていただき、みんなが力を合わせて、そういう教育もやるということで、ね、取り組んでいただいているところであります。それの発想はですね、ちょうど昭和54年に風営養化防止条例というのを琵琶湖にできました。滋賀県で、赤潮が発生出まして、それを何とかしなければならない粉石鹸運動ということですが、その時に家庭の雑排水、あるいは工場の排水等のいろんなことの制約をして、いろんな協力をいただこうということであったんですが、私はやっぱり教育の中にしっかりとそれを織り込むべきだと、その琵琶湖に周辺の子どもたちはそのことが分かっているけれども、上流にいる子どもたち、あるいはその水をしっかり大切にしなければならない、そして我々が使った水が近畿1400万人の、当時は1100万人と言っておりましたが、1100万人の子ども方々との一緒に、共存していくためには、しっかりその水を守っていかなければならないという発想で、冒頭に申し上げたようにそのことを思いついて提案をさせていただいて、3年かかりましたけれども、昭和59年に就航していただいて、今も進んでいるところでございます。またお調べいただければ、滋賀県の方でも今後も続けてしっかりまた取り組んでいただいております。それと、皆さん方のいろんなお力添えをいただいて、この先の通常国会でスポーツ基本法を成立させていただくことができました。これは以前から自民党公明党の皆さんがお出しになっておったんですが、私どもはやはり地域スポーツ、トップアスリートも当然育成、あるいはその体制を作っていくのは当然でありますが、やはり地域スポーツをし、そして国民の健康というものを限定においていろいろ考えていくためには、地域がまず先に来るのではないかということで、
その法案のいろんなことを検討させていただいて、約3年7ヶ月かかりましたが、ようやくにして、全統一致ということで、各界の皆さんのご理解をいただいて、この通常国会でスポーツ基本を挙げていただくことができました。まあ、そういうこともありまして、私も、自分のことばっかり申し上げてなんですが、28歳の時に地元の大協会の理事長をさせていただいて以来、ずっと大協に携わってまいりました。スポーツの関係も今は野球だとか、あるいは陸上だとか、ソフトだとか、剣道だとか、いろんな会長をしたりしてるんですが、まあ、その自分はもう口ばっかりでなかなかできないんですけれども、やっぱり皆さんと接触をし、そしてやっぱり明るい、いろんなそういう地域を目指すために歩んでまいりました。今後もそういうことで、スポーツ担当という大臣からご指名をいただきましたので、このスポーツ基本法の全国に張り巡らして、そして、基本計画を立てていただいて、スポーツ立国としての宣言をした我が国のスポーツをいかにこれから、進展させていくかということを皆さんと共に力を合わせて頑張っていきたいというように思っているところであります。そんな今新しい話してしまって申し訳ないんですが、今後はやはり中川大臣の下で、それぞれの分野でお互いに力を出し合って、そして私はスポーツをやってきましたからあれなんですが、やっぱり、どんな場合であろうといかなることがあろうとも、やっぱりチームはみんながお互いに意見を出し合い、そして共に、汗をし、そして共に力を合わせてやれば必ず解決はするんだということで、中川大臣の下で我々4人しっかり連携を取りながら頑張っていきたいと思いますし、そして、いろいろ政治主導の問題も言われておりますが、私はやはり、官僚の皆さんというのはやはりそれぞれの分野において素晴らしい英知をお持ちです。そうした、力をですね、お互いに、発揮をし合っていく、そういうことが一番連携を取ってやっていくのが一番政治主導として大事だと思います。我々はとてもできることはありません。できないと思います。皆さんとそれぞれの分野での力を合わせて頑張っていきたいというふうに思っております。ちょっと長くなりましたが、そんな思いで、また皆さん方のご指導を仰いで頑張っていきますので、どうぞよろしくご指導いただいて、ありがとうございました。皆様こんばんは。今度に文部科学副大臣を任命いたしました参議院議員の堀裕太でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただきます。私は今度に、教育、そして文化の部分を担当させていただくことになりました。まず冒頭、この度今ですね、台風12号によって大変大きな被害をもたらされております。お亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈りするとともに、被災に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。まだ行方不明の方がいらっしゃいますので、一刻も早く見つかることをお祈り申し上げますとともに、先ほど秘書官の方に対しまして、教育ということも担当ということもございまして、学校教育施設等の被災の状況についても簡単ではありましたけれども、報告を受けたところであります。東日本大震災の復旧復興もそうですけれども、この度の台風についても一日も早く教育施設復旧復興をして、まずは子どもたちの安全を守る、これが重要であるというふうに考えています。言うまでもなく、資源のない我が国にとって、教育ほど重要なものはない。日本こそ、かつてブレア政権で言ったように、エデュケーション、エデュケーション、アンドエデュケーション、そういうふうに、総理が、といいますか、この国としては、まず教育に力を入れていくべきであると、常々、申し上げてまいりました。民主党政権において、全政務三役が、そういう意味で大変精力的に仕事をされまして、このマニフェストについてもいろいろなといいますか賛同合意もあるわけでございますけれども、まずは高校無償化につきましても高級法を作り、
進めてきていただいたわけでございます。そういう意味において私も教育をしっかりと充実をさせてまいりたいと思いますが、先ほども申し上げましたが、その大前提として子どもたちの安全が守られなければならないというふうに思います。この放射線による被害、これに関しまして、担当は細かい分担をもう一度決めないといけないかというふうに思いますけれども、私はこの放射能との戦い、今始まったばかりだと思います。放射能から子どもたちを守る、私のできるだけのことを全力で行っていきたいと思います。チーム中川、中川大臣からチーム中川を盛り立ててもらいたいということで、お話をいただきました。大先輩であります三浦健三副大臣のご指導を仰ぎながら、また網本政務官、そして木井政務官とともにチーム中川、中川大臣をしっかりと盛り立てて頑張ってまいりたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。皆さんこんばんは。政務官に拝命されました参議院議員の上本美恵子でございます。ちょっと待って失礼いたします。私の担当は、科学技術分野とそれから文化、そして、教育分野ですけれども、養護一体化を含む、子ども子育て新システムに関わる部分を担当することになりましたので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。私は議員になる前は小学校の教員をしておりましたので、そういう意味から、教育だけではなく科学技術も含めて、この国の、未来を作っていく非常に重要な分野である、また、社会や国全体あるいは国際的にも、発展、持続的な発展のための、科学技術というものが、非常に重要なものであるということは、小学校の教員の立場からも感じておりました。昨年は、参議院になって10年目なんですけれども、文教科学委員会にずっと所属をしておりまして、昨年はその筆頭理事をやっておりました関係から、政務三役と、チーム高木の政務三役と、それから、文部科学与党の部門の、コア会議を中心にして部門会議でもずっと議論をしてきましたけれども、その中でですね、私が一番感じたのは政務三役のチームワークだけではなくて、官僚の皆さん方、お役人の方々とどれだけ各政策分野においてチームワークを取るか、そのことが大事だなということをとても感じました。で、私は正直言いまして、教育の方がどちらかというと自分の、これまで携わってきた部分なんですけれども、科学技術分野に関しましても昨年1年間の部門会議でいろんなことを官僚の皆さんに本当に丁寧に教えてくれましたし、何を聞いてもきちっと答えてくれるというようなことを感じてきましたので、今回、政務官ということで、役を仰せつかりましたが、官僚の皆さんとこの政務三役とで、いかにチームワークを作っていくかということが政策を前に進めることになるのではないかということを特に感じております。またもう一つは、今日先ほど、野田総理から辞令交付を受けたんですが、その時の野田総理のお話で、国民の生活が第一という、これを具体的にこれから実践していくためには、私たち自身が国民の目線を忘れてはいけない。国民の目線からその国民の皆さんの声を聞いて、そしてそれを政策に移していく、そのためには政務官がその最前線に立つんだと。ぜひ最前線で、国民の皆さんの声を聞き、また逆にこちらからも分かりやすく発信をしてくれというふうに、おっしゃいましたので、そのこともこれから1年間、
政務官としての仕事をやっていく上で非常に大事にしたいなというふうに思っております。それから、子ども子育て新システムについてはこれはもう昨年1年間党の、子ども男女共同参画調査会の中で、ずっと議論をしてまいりましたし、もう一人の政務官のキーさんとも、一緒に、ずっとやってきました。でこれも非常に歴史的な画期的なことだと思います。何かというと幼稚園と保育園という就学前学校に上がるまで前は、親の働き方や状況によって、2つに分かれていた就学前の子どもの育ち生育環境がを、1つにする。それぞれの幼稚園の良さ保育園の良さ文化伝統がありますので、これは本当に大変な議論を重ねてきたんですけれども、中間取りまとめが行われていよいよ23年度中には税制の抜本改革を含む法律改正を目指すということで大きな課題になっておりますので、その点もしっかりと頑張っていきたいと思います。いずれにしましてもチーム中川で頑張っていきたいと思いますので、皆様の温かいご支援をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。改めましてこんばんは。この度文部科学大臣政務官を拝命いたしました衆議院議員の木隆でございます。よろしくお願いいたします。座って話させていただきます。私のいただきました担当は教育とそしてスポーツでございます。このチーム中川におきましては、私が最も若い世代になろうかと思いますので、私自身としては先輩方をしっかりと盛り立てながら、そのチーム中川同期学役として頑張っていきたいというふうに思っています。政治家を志したきっかけが実は教育の改革でありました。小さい頃に一番最初になりたかった職業は学校の先生でした。中学校で30人ぐらいの子どもたちをしっかり育てて放っていってもらうと、そんなことができたらという思いがもともとあったんですが、教育に目を向けるにつけ、その先生方や子どもたちを支える仕組みがまだまだ磨きが足りないと、なんとかならないものかという思いが強くなる中で、教育の政治あるいは行政に目を向けた結果、政治家としての目指したい仕事を一つとして今の教育政策へと取り組みを続けてきた次第でございます。そうした中で今回の大きなお役もいただいたことは、私にとっては本当に万感の思いでございます。着替えでありますが、全力でこの仕事に当たらせていただきたいと思っています。この度いただいた担当でここをぜひと思っておりますのは、大きな理念といたしましては、この2年旗印として掲げてまいりましたチルドレンファーストを野党協力という大変大きな壁がありますけれども形にしていくということ、具体的には教員の資質能力の向上という言葉になるかもしれませんが、養成や採用研修等も含めて現場の先生方にしっかり腕を磨いてもらって、子どもたちをしっかりと育てていってもらえる、そうした体制を作ること、あるいは不登校しかり、そして発達障害しかり、そして最近では被災地の子どもたちもそうでありますが、経済的な状況、大変苦しいところに立つ、さまざまな苦しい状況に立つ子どもたち、しっかりとチャンスを、機会を作っていくことで、その子どもたちの前に進むこの歩みや頑張りを支えていくということ、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っています。また教育の観点からなると思いますけれども、我が国の希望は科学技術とスポーツであるというふうに思っています。
はやぶさしかり、スパコンしかり、そしてなでしこジャパンしかりであります。国民の希望、そして日本の元気の源はこの文部科学の分野に多く眠っている、そして今目を芽吹かせつつあるというふうに思っています。この国民の希望、日本の元気をしっかりと科学技術や、あるいはトップアスリート、地域スポーツの振興といった形でしっかり芽吹かせ、根付かしていく、世界発信していくということをぜひ頑張っていただきたいというふうに思っています。チーム中川しっかり支えながら頑張ってまいりたいと思いますので、今後ともご視聴よろしくお願い申し上げて、私からのまずご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは各社どうぞ。大臣、森副大臣に伺います。はい、先ほどキーさんからですね、教員寄せのあり方などを言っていただきましたけれども、前政務参与の質問にいたですね、教員寄せのあり方の見直しについてはですね、どのような形で提唱されているかという点と、あと免許更新制なんですけども、これはまあねじれ状況で非常に難しいと思いますが、廃止といった方向に向けてですね、どのような、印象を掲げていた、その方向に向かってはどのようなアプローチを考えていらっしゃるか、まだ、本日、大臣を拝命したばかりで、全政務参院から引き継ぎを受けておりませんけれども、今、中央審議会等で、審議がなされているというふうに思いますし、また免許更新制についても、いろいろな検討がなされているというふうに思いますので、これまでの点をまずは踏まえまして、少し検証させていただいた上で、どのような形で、進めていくのか考えさせていただきたいというふうに思います。すみません、協力担当の2人にお伺いしたんですけど、朝日新聞記者の井上選手、先ほども、少し上がりました高校の償還についてなんですけれども、民事この3党のマニフェストの見直し項目の中で、高校の償還の政策的効果を検証して今後見直していくというふうに謳われたことになるんですけれども、これについてどのように取り組んでいくか、今後の方向性どのように考えていらっしゃるかということと、あともう一点関係してですね、朝鮮学校の手続きがですね、前内閣の退陣直前の段階で手続き再開されることになりましたけれども、これは今後どのように、踏まえた上で対応していかれるかというのを見てあります。高校無償化につきましては、民主党政権も行われる中で、スタートして、その中で私は文部科学省政務前政務三役が大変精力的に、お仕事をしていただきまして、このマニフェストについてその達成といいますか、この高校無償化についても高級法という形で、ある意味相当程度進めていただいたと、この努力に改めて敬意を表したいと思います。で、さはさりながら、三党合意ということがございます。で、三党合意の部分ですが、間違うといけないので、そこの部分だけ読ませていただきますと、政策効果の検証をもとに必要な見直しを検討というふうになってございます。で、このそれではじゃあ政策効果というものについてはどうなのか、今はもうすでに分かっている段階でも、この高校無償化の導入によって経済的理由で、高校の退学を余儀なくするという、若い方が、ケースで言いますと 1% 減少した、その退学の理由というのが 2.9% から 1.9% に 1% 減少した、これは非常に大きいことだというふうに思います。なかなかこの定数的にといいますか、定量的にといいますか、定量的にその政策効果を測るというのは意外と難しいんですけれども、そういう意味ではまだ私も詳しく検証しているわけではないですが、今お聞きしている範囲でもそれだけの効果があったと、そういうことも踏まえまして、3党で今後この検証政策の効果がきちんと検証され、そしてもし必要であれば、その見直しについて、
するかどうかについて、それが検討されるというふうに受け止めておりますので、私もこの政策効果の検証についてしっかりとやらせていただきたいな。で、野党の皆さんもそういう意味ではきちんとした政策の議論をしっかりとさせていただければなというふうに思っております。それから高校、何でした、あ、商船学校の件につきましては、今凍結しておりました専門家の検討というかが再スタートしたというふうに伺っております。私も新潟県選出の議員でございまして、横田めぐみさん、は新潟市で立ち寄りされました。中川雅治大臣とはこの拉致問題の解決に向けて、北朝鮮による人権侵害についての国際議員連盟ということで、一緒に国際会議なんか出席をさせていただいたり、今連携をさせていただいて提供してきたところであります。そういう意味で今検証、専門家の中での検証検討が再スタートしたわけですけれども、私は当然そういうこともいろいろ踏まえまして、慎重に、非常に慎重に、しかも厳正に、この問題については検証をされるというふうに思っております。私から少し補足を申し上げたいと思います。まず高校の授業の無償化の件でありますが、先ほど副大臣からございましたように、本来 の狙いと申しますか、目的からも相当分に国民の皆様に資する部分があるということとともに、これは図らずもということになりますが、3月の11日以降の震災で大変ご苦労された方々をはじめとした被災者をはじめとした高校生の皆さんのある意味で学ぶ機会を結果として確保することができた、この部分も極めて重要であるし大きいというふうに思っております。ただそうした大きい部分もありますけれども、やはり現在の衆参ねじれ国会の状況これありというところを考えましたときに、先ほどお話のございました三党合意を踏まえての政策の効果の検証、そして必要な見直しの検討というところは、やはり相手であることだというところをしっかり踏まえながら、ここは前に進んでいくということになろうかというふうに思っています。また朝鮮学校の取り扱いについてでありますが、この副大臣にございました、非常に粛々かつ厳正にということは、私自身も心得つつ審査し判断ということで関わってまいりたいというふうに思っています。前の政権で前の総理からお話がございましたが、今ここに立っている経緯というのは、昨年の攻撃に匹敵する行動がなかったということ、また7月の米朝あるいは南北と対話もの動きが生じているということを踏まえると、現在の課題に立っているというふうにも伺っておりますので、そうした経緯も踏まえながらでありますが、この指定の核というところは、先ほど申したように粛々厳正に審査し判断させていただくというところは、国民の皆様の目にかなう形でしっかりとさせていただきたいなと、そういうふうに思っております。続けていいですか。森先生に何か言ってもお伺いしたいんですけれども、先ほどお話の中でも、放射能との戦いというのもこれからということでしたけれども、これまでその文科省としては法定の利用基準等をめぐって、さまざまな議論がありましたけれども、そしてその学校というのはですね、子どもたちの放射能との関係の政策、文科省のこれまでの政策についてどのように評価していらっしゃるかと、今後どのように取り組んでいかれるかというのを改めて。はい、私も予算委員会で問題提起を、いわゆる子どもの20ミリシーベルトの問題などについて問題提起をさせていただいてまいりました。また文部科学省として講ずべき施策について、いくつか提言を何度かさせていただいたり、あるいは議員立法
案を、私案というものを作りまして、今日の会で、説明をさせて、いただいてまいりました。まあ、その結果、私が提案させていただいた、まあ、学校の助成等についての対策は、二次補正予算にほぼ反映をしていただきまして、大変感謝をしているところでございます。まあ、リスクコミュニケーションという意味では、あまり、まあ、全く初めてのことでありましたし、このような本当に、大規模な深刻な災害になるということについては、本来は想定しておかなければならなかったと思うんですけれども、まあ、残念ながらそういうことができておりませんでした。そういう混乱の中で、まあ、リスクコミュニケーションが果たしてうまくいったのか、そしてその初動の段階でというのは、まあ、いろんなことは批判をしようと思えばいくらでも言えると思うんですけれども、まあ、しかし、まあ、そういう意味で先ほど申し上げましたように、まあ、二次補正においてほぼいろいろ提案させていただいたいろんな対策は反映をしていただきました。まあ、ただですね、まあ、この度もこれはまあ厚生労働省の関係ですけれども、食品の抜き打ち検査というものを行いました。ご案内の通りでございまして、お茶に大変な量のセシウムが検出されたということであります。で、私が、この間申し上げているのは、まあ、学校給食の安全確保について、やはり文部科学省としてきちんとした手立てを、対策を講じるべきであるというふうに申し上げてまいりまして、この点については残念ながらまだ何か対策が、特別、まあ、注意喚起は通知等で事務連絡でしたしたようですけれども、残念ながらまだ具体的なそういう対策は講じていないというふうに思います。まあ、これは直接的には、私が教育と文化というふうな切り分けでやりますと、で小原先生、副大臣のスポーツの方が担当で、スポーツ少年局の担当になるんですが、そういうふうに切り分けると、この問題は小原副大臣というふうに単純にするとなると思うんですけれども、まあ、中川大臣からも細かいそういう分担については、調整をというふうなお話もございましたし、まあ、いろいろまだまだ不十分であると、そして、まあ、そもそも子育て中の、まあ、特にお母さんたちは大変不安な日々を送っている、夜も眠れないぐらい自分自身のこの判断が正しかったのか、やはりここに行ってはいけないのではないか、そういう非常に切羽詰まった思いで、まあ、いらっしゃる。で、そういうことに関してもやはり我々はきちんと答えていかなければならないというふうに思っておりますので、まあ、ご対策いろいろ最後の中でも相談をさせていただいて、できる、まあ、もうできることは何でもやりたいと、そんな思いです。すいません、読売新聞の伊藤と申します。上本さんにですね、お尋ねしたいと思います。ちょっと私学の先生でいらっしゃるので、教員がですね、政治活動、特に選挙運動にですね、関わることについては、上本さんはどのようにお考えになっておりますでしょうか。一応と言いますか、教員も公務員ですので、公務員の、選挙活動については、政治的中立ということで、禁じられております。ただ一市民あるいは有権者として、その地位を利用しての選挙活動ではなくて、一市民としての、まあ、選挙権非選挙権という立場からの、運動というものは、そこまでは禁じられていないというふうに私は理解しております。
選挙のためにその文部科学省ですね、各都道府県教育を通じてですね、その、まあ、選挙とですね、まあ、についてですね、ちゃんと示しなさいというのですね、通知が出されているので、それに関しては見直すべきとかですね、お考えございますか。いえ、特にございません。はい、朝日新聞の浜田と申します。上瀬さんにお伺いしたいんですけれども、日の丸組合の問題で、まあ、文科省が、まあ、旧文科省がかつて協力にそれを指導した時期もありましたし、一方で日教組は各都道府県の単位組織の中でですね、今のような反対というふうに教員出身であり、日教組出身の会議さんとして、今どのようなこの問題について見解を持ちかお伺いください。私が学校現場にいました頃と今とでは、まあ、状況が一番大きく違うのは、私も現場離れて随分経ちますので大きく違うのは、後期国家法が成立したという一つ大きな違いがあると思っております。ですから、まあ、その法律の成立とともに学習指導要領の中でも、後期国家について指導するというふうに、記載されておりますし、まあ、そこはその通りに、指導するべきだというふうに思っておりますが、例えばその、いろいろ新聞等でも報道されていますように、その教職員が規律をするとかしないとか、そういうことについてさまざまに言われておりますけれども、後期国家を学校行事の中でどのように実施するのかということについては、それぞれの学校設置者である市町村や、所属長である学校長が、子どもや地域の実態に合わせて判断をするというところは、そういうふうに考えていいのではないかというふうに思っています。指導はしなければいけないと思います。すみません、森副大臣にお伺いしたいと思います。時報の岡本と申します。一般の一時的問題として、文部科学省の方で医学部の定員の増員、医学部の新設も含めて検討しているところですけれども、それに対して、ご見解をお伺いではと思います。まあ、私の、選出されております新潟県も新潟大学100人ずっとその100人定員というのが今125人ということで、まあ、ずっと医師不足ということを我々も国会で、問題を指摘してまいりましたし、またその まあ、ようやく定員増ということでそれが動きました。で、まあ、現在、まあ、検討されて、いるわけですけれども、まあ、必ずしも皆さんいろんな関係の方たちがこぞって賛成というわけではないというふうにもお聞きしておりますので、まあ、ここは前政務大臣がしっかりと引き継いで、それぞれの関係の皆さんのお話を踏まえながら慎重に検討してまいりたいというふうに思います。ただ先日ある大学の先生からお手紙を頂戴いたしまして、まあ、このままの高齢化が進んでいく、そしてその医療の必要性が増していったときに、今言っているその医学部の定員増だけで本当にこの医師不足、これから30年ぐらいですね、特に、それぐらいの間のその医師不足というものを本当にそれだけで解消できるのかというような点も含めて、さまざまな問題提起を頂戴いたしまして、いろんな角度から検討させていただきたいと思います。あ、すみません、電気新聞の山田と申します。奥村副大臣にお伺いします。高速増殖炉の文書なんですけども、研究開発は進めるべきとお考えかどうかという点をお願いします。これは全体的にエネルギー全体の問題としてですね、捉えていかなければならないというふうに私は思っております。
ですからまた今日までの経過も踏まえて、我々とまた三役はもちろんですが関係の皆さん方と十二分に議論し、考えていきたいというふうに思っているところです。副大臣ご自身としては今の段階でその必要か不可欠かも含めてどういうふうなご意見をお持ちですか。ご存じの通り私も福井県の隣ですから、いろいろ滋賀県そのものも議論もしています。関西電力全体のですね、エネルギーの問題もあります。確かに、エネルギーそのもの文字の問題も、考えていかなければならないんですが、環境問題あるいはその放射能そのもの等のですね、いろんな分野においてしっかりとこれから、考えていきたいと思っています。また報道もなされておりましたが、滋賀県もですね、福井県と同等のですね、そのぐらいの分野を共有されてほしいと。ただ文字なんかいろいろあるわけなんですけれども、滋賀県も隣接県として同等に扱ってほしい、同等に考えてほしいということを関西電力にもそのことを申し上げしたようなことであります。ですからそういう問題も含めてエネルギー全体、そして今後のそういう原子力そのもののことも踏まえてですね、考えていきたいというように思っているところです。すいません、森さんとキーさんお二人に聞きたいんですけども、日本経済新聞の方です。先ほどの報告の中ではどちらかというと初等中等教育の方の話が本当に、終われると思うかと思いますが、高等教育、特に大学教育についてですね、現在の大学のようなものがあるというと、その今後どういうふうにですね、大学教育をこういうふうにかというふうに思います。はい、現在の大学教育に関しましては、国際的に見た場合に我が国の大学その高等教育が魅力のあるものになっているのか、そこでしっかりとした人材の育成、それは企業社会から必要とされる人材の育成になっているのかということです。そして私も3人、子供がいますが、真ん中の長男が、先ほど卒業いたしましたけれども、やはりその就職との関係ですね、我々も学生の頃と違ってもう本当に早い頃からその就職活動ということに参加しないと、気がついた時にはもう遅いというような状況の中で、果たしてこれで、高等教育本当にきちんと研究その学業といいますか、そういうところにしっかりと、集中してできるのかという問題も、こういう問題も解決していかなければいけない問題ではないかなというふうに思います。今見直しということもやられておりますので、いろんな有識者等の意見もしっかりと踏まえて、先ほども申し上げましたが、それは別に教育といったのは初等中等教育だけでは私はないつもりでして、当然しっかりとした高等教育というものがこの国の未来を牽引していくというふうに思っておりますので、そちらの方にしっかりと力を入れていきたいと思っております。まず目的とそれから人材の行き先の明確化が必要だというふうに思っています。それぞれの大学がどういう役割を果たしていただくか、いわゆるトップレベルを目指してという方もおられるでしょうし、地域を支える人材として頑張っていただくというところもあろうかと思います。そうしたこれまでにも特色をいかにして伸ばすかという努力を現在の民主党政権においても積み重ねていただいておりますので、その部分をさらに伸ばしていけるようにというところはまず念頭に置きたいというふうに思っています。また留学生の政策、
今我が国の若い世代は内向きだということがよく言われておりますけれども、留学生の数でもそれが統計として表れてきています。その意味でこれまでは我が国に呼び込む留学生の政策は大変取り組みがあったわけでありますが、今度は送り出して切り開いてもらえるようなそうした機会を作っていくと、入りよりも出だというところ、まあ、両立ということに最終的になろうかと思いますけれども、どちらかというと打って出るという人たちをしっかり応援していける体制をもっと充実する必要があるのではないかというふうに思っておりまして、そうした議論を今後しっかりとチームの中側にも声を上げていきたいと思っております。あともう一つはいわゆるポストドクター問題に関してまだ解決を見ておりません。なかなか答えが見出しにくい部分ではありますが、そうしたある意味でトップにつながる人材の育成と、そして最先端の科学技術をはじめとした研究の開発といかにして結びつけていくかということ、これまでにも官民の投資の出ばコラボレーションなんかも行われておりますけれども、そうした部分をこれまでのように樹形図でいうとこういう分野に行けますよという漠たるイメージありましたけれども、そこにやはり具体的な到達点と申しますか、しっかり居場所と出番を作っていけるようにもう一工夫したいなと、ここは民間の方々の力もいるかと思いますし、さまざまな分野横断、省庁横断になるかもしれませんけれども、そうした部分に文部科学省の立場から一歩踏み出して訴えていくということ、大変大事な分野だと思いますのでしっかり頑張りたいと思います。ありがとうございます。すいません、朝日新聞の木村と申しますけれども、文化担当のお二人に伺いたいんですが、中川大臣は過去文化担当の時に出版 の, その電子流通化など重点的に取り組まれていたようなんですけれども、お二人はその文化分野、文化政策に関して何かこう特に重点的に取り組みたいような、政策というのはありますでしょうか。特別今の時点では、文化分野について、この点で著作権の問題がやはり今、重要なのではないかなというふうに思っております。これについては党内でも専門に熱心に取り組んでいらっしゃる先生もいらっしゃいますし、いろんなご提言を受けながら知的財産について、きちんとした体制をさらに作れるようにその分野に力を入れていかなければならないというふうに思っています。私の方からは、昨年1年間その前もですけれども、与党の中で、いくつもの芸術団体の方々からさまざまなヒアリングをさせていただきました。でその中でやっぱり、もっと助成をしてほしいということが一つありました。ただその助成というのは、やっぱ芸術団体特に、演劇とか、音楽とか、そういうものをやっていく上で、それをやって食べていけないんですね。生活ができない。だから演劇をもっとやりたいんだけれども、食べていけないがためにアルバイトをしながら、夜遅く場所を借りて練習をするというようなことで、なかなか人材が、やりたい人はいるんだけれどもその人たちが、継続的にやっていくことができないというような、生々しい声をたくさん聞きましたので、文化予算今1000億程度なんですけれども、この予算をまずは確保しなければいけないし、それによって人材次の時代をの文化を作っていく人材を育成していくということが非常に今重要だというふうに思います。せっかく意欲があるのに経済的な理由でそれができないというのは、これは教育だけではなくて文化活動もスポーツもしかりだと思いますので、ひとえに予算にかかっておりますし、その予算の配分の仕方についてもですね、助成制度の在り方についてもこれでいいのかというようなご提言もいただいておりますので、そういったこともしっかり検討させていただきたいというふうに思っております。科学技術について朝日新聞の佐藤と申します。大震災によって科学技術の負の側面というのも記
浮き彫りになりました。あの今後の大震災の復興へ向けて科学技術がどう貢献できるかしていくべきかお考えを聞かせてください。はい、確かに今ご指摘をいただいたようなことが起きております。やはり、今日までずっといろいろ進めてきた流れの中ではですね、人数的にもあるいは大きな規模的にも大変、今日まではうまく進んでおりませんでした。で、この復旧復興を一つベースにしてですね、しっかりとした科学技術のことを前へ進めていくようにその体制、を作り上げていきたい。で先日も、大臣もそのことも所信の中でも皆さんのご質問の中でも申されたようでございますが、十分その点、ここの科学技術については、みんなの知恵を出し合ってしっかりした基盤を作り上げていきたいというように思っております。ちょっと補足しますと、あの東日本大震災とそれから、まあ、特に原発の事故については、文科省としても安全確保という点からは科学技術分野の、担当でありますので、そういう点からですね、やっぱり環境モニタリング、今回の原発事故に関して、これは早急に取り組まなきゃいけないと思うんですが、すでに25世でもつけておりますようにモニタリング箇所を各都道府県増やしたり、それから海洋モニタリングについても範囲を広げるというようなことを現在やっております。それから、放射線被曝についても、これはしっかりと、内部被曝も含めて、財政的支援も含めた、支援が必要ではないかというふうに思っております。まず科学技術分野として、喫緊の課題というのは最優先に、取り組まなければいけない課題として、今のようなことを考えています。あ、それから除染についての、新たな技術や財政的支援も含めて。すいません、 NHK の伏見と申しますが、野田総理は代表としてその成長機能の強化を訴えてらっしゃって、委員会の方である程度政策をですね、まとめて与野党協議に入って政策決定をしていくというような意思決定プロセスを描いているのかと思うんですけども、民主党政権がその当初政務三役会議で政治が主導的にですね、政策を意思決定していくっていうスタンスから少しこう変わってきている中で、改めてその政務三役の役割をどういうふうに認識されているかということと、ご自身がその政務三役としてですね、どうやって政策決定に関わっていくというお考えかというのを皆さんにお聞かせ願えればと思います。まず政務三役、政治主導ということが進めたわけなんですが、正直申し上げてスタートの時からあまりにも力みすぎてですね、何でも三役がやらなければならないというような姿が往々にして見えました。それは専門分野ならいいんですけれども、それ以外のところまでですね、責任感を感じて進めたことに、私はまあそこにちょっと問題があったのではないかなというふうに当時から思っております。しかしながら今先ほど来各大臣も専務官もおっしゃっているとおり、いろんな部門会議で本当にきめ細かくですね、意見を出し合って、そして、積み上げ方式でですね、進めてきました。それをですね、一つは国家戦略室の、姿をしっかり明確にできなかったという反省も実はあるんです。でそのところをですね、今度は政調会というのと切り離して、政府と、党と切り離してこれを進めていくわけなんですが、しっかりとやっぱり国民の皆さんなり地域のあるいは団体の要望をしっかり政調会で受け止めて、そしてそのことと、そして政府が従来から進めてきたいろんな政策と同様な政策をしていくかということがこれからやっぱり問われていると思うんです。ですから長い間自民党政治の時に引きずってきたいいところ、あるいは悪いところをカットしていく、しかしまた新たな我々の思いを持って、これからの時代に合ったような形をこれから進めていこうとすればですね、やはり両輪でやらなければ
ということは、今まで政府があまりにも力をその力めすぎてですね、何でも政府でやらなければならないということがあったと思うんです。皆さんもそのような感じになってたと思いますし、私どもも同じ屋根の下にいながらそんな感じをしておりました。ですから、決して何もかも党のそのところが権限を全部持ってですよ、それを進めていかなきゃならないということではないと思うんです。お互いにやはり知恵を出し合って議論をして、そして一つのものを作り上げていくということで、多少時間 のあれがかかるかも分かりませんが、私は それこそ与党としての責任といいますか、そこに時間をしっかりかけて、進めていくこと、丁寧さというものが大事ですので、いいシステムになるんではないかなというように思っております。すいません、金本専務官にお願いします。先ほどの被爆に関連して財政支援が必要だという話がありましたけれども、例えば今日は治療費とか通院費とか、もう少し具体的にお考えのものがあればお願いします。今のところですね、そういうことに一つ一つ国がどのような財政的支援をするのかということについては、まだこれから検討が必要だというふうに思っております。除染とか、それからモニタリング、それから福島県が独自に県が主体になって行っている、健康管理調査ですかね、そういうことに対しては国がしっかりと支援をしていくというふうに、これまで、されてきておりますので、具体的な一つ一つの治療費とかいうことについてはまだ私も引き継ぎを受けておりませんので、ちょっと今お答えは明確にはできないところです。すいません、森副大臣にお伺いしたいんですけども、放射線と子どもについて安全基準を求める声があるんですけども、その具体的に毎時何マイクロシーベルトとかであれば、その子どもにとって安全だというふうなお考えは特にお持ちでいらっしゃいますか。現時点においても我が国において、公衆の被爆限度は1ミリシーベルトであります。他の数字で何かその放射線審議会等々で議論をされて、この数字できちんといいのであるという数字が決まったことはありません。あくまでも1ミリシーベルトというのが我が国で決まっている数字であります。一方で、私もこの間いろんな研究者、大学の先生などとモニタリング、実際に現地参加させていただきまして、今の現実というものを目の当たりにしているわけです。例えば放射線管理区域、これは厳しく、管理をされているわけですね。ガイガーカウンターといいますか、そういうものを持って放射線管理区域の中にいるときにはならないわけです。それを持って外に出ると、廊下に出ると、音がだんだん速くなってきて、そしてさらにそれを持ってシンチレーション3メートルだから持って外に出る、屋外に出ると、さらにそのカウント数がどんどん増えて、新地レーザー3メートルはピークに行ってくるんですね。これが今の日本の現実といいます。福島に限らず近隣の、現実であります。で、私がこの数字が、じゃあ子どもたちの安全基準何マイクロシーベルト毎時代いいのかということを言うことができません。ただ今現在日本において公衆の被爆限度は1ミリシーベルトであることに変わりはないと思います。それで、先日その詳細な汚染マップというのが、ようやく、発表されたところでございます。チェルノブイリの、強制避難基準に匹敵するところが相当程度ある。こういう問題について私はきちんと専門家のきちんとした専門家の意見を入れながら、どのレベル
除染をして、どの程度の汚染レベルになったら大丈夫なのか、その辺の基準を、まあ、できるだけ早く政府として結論を出すべきだというふうに思います。そろそろ時間だということですが、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは副大臣選挙どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。